2021-22シーズンフィッシャーブーツのニュープロダクトご紹介したいと思いますトランザルプシリーズですこちらですねトランザルプというブーツはですね以前にフィッシャーで存在したんですけれどもここ数年ちょっとお休みしていたような状況ですそれが満を持してフルリニューアルされて来期再登場ということになりますそしてトランザルプという名前は フィッシャーのツアーのカテゴリーですね。のスキーでももちろん使ってるネーミングで聞き覚えある方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そのトランザルプのスキーとトランザルプのブーツということで、ツアーのカテゴリーに新たなまブーツが加わったということになります。で、あのフィッシャーのそのツアーのカテゴリーなんですけれども、も日本ではですね。まだまだ認知度と言いますか。かマーケットシェアも非常に少なくやってるんです。けれども、世界的には？ まあ、特にヨーロッパで,す、ねえー、ではフィッシャーのツアーのカテゴリー非常に強くてです、ね、その中でもスキーーのの板よりりも、えー、ブーツの方がが強いといとう現状がありますそのブーツというのは、えー、トラバースというブーツがありまして、まあ、こちらはもう、えー、5年ぐらいやってますので、えー、ご存知の方も多いと思うんですが非常に軽量で、えー、ツアーの中でもその上りの方に、えー、比較的強いブーツとして。 トラバースのブーツが、えー、ヨーロッパの方ではすごく高い評価をいただいてまして、まあまあ、結果的にたくさん売れているブーツなんですけどもトラバースという定番のブーツがある中で、えー、あえてトランザルプというブーツを出すということでこれはどういうことかといいますと、えー、ツアーをまあ楽しまれる方にはですね、えーまあ、フィッシャー社の分析としましては、えー、大きく二つ2種類といいますかニーズといいますか。 思考があるということですね。同じこう一つの山を、えー、見たときに、まあ、山に登りたいと思う方と、山に登って滑りたいと思う方、まあ、似てるようでちょっと違いますよね。登ることに楽しみを見出す方と、滑る方が主で、そのプロセスとして登るっていう方と、まあ、いらっしゃると、まあ、これがその、まあ、フィッシャーに限らずですね、まあ、各社のプロダクトにそういった登りに強いプロダクト。 下りに強いプロダクトということでそれぞれ反映されていろんなラインナップが実際あるかと思うんですねそれで、えー、このトランザルプのブーツに関しては、えー、下りの方の滑る方に、えー、どちらかというと重点重きを置いた性能を持っているブーツということになりますですのでトラバースが、えー、上りのブーツそれに対して新しいトランザルプが下りのブーツということで一つの山に対してのアプローチ考え方の違いを まあどちらかのブーツでカバーできるよとそんな新しいプロダクトになりますまあ、今までなかったピースですねそこがこう新しく埋まっていくということになりますそれではですね、トランザルプブーツのテクノロジーをちょっとご紹介していきたいと思いますこちらのトランザルププロを使って少しご紹介しますこのトランザルプのブーツはですね大きく3つのキーポイントがありまして 一つはパワフルそして軽いライトウェイトですねそしてシンプルというまあこの3つのキーワードがえーそれぞれ裏打ちされるテクノロジーのもでえ合わさってえその滑る性能が非常に高いツアー物というふうになっておりますまずそのパワフルの部分ですねどんなところがパワフルなのかといいますと、まあ、このシェルがまず基本になってくると思うんですけど えー、ペバックスの RNEW という新しいシェル素材を使ってまして、まあ、これはあの再生可能素材ということで、えー、まあ環境にも配慮した素材のペバックスの RNEW っいう新しい素材なんですけれども、まあ、そちらを使いつつ、まあ、非常にシェル自体のまず剛性が高めてあるということですねこのアッパーカフも含めてですけど、まあ、そんなにこうやわじゃないといいますかふにゃふにゃしてない非常にこう剛性のあるシェルになってます。 そして、えー、きちんとしたこうバックルが、まあ、こうあるんですけれども、えー、この、まあ、ロアシェルに関してはこのワンアクションでこの一つのバックルでこうワイヤーによってこう締め込みができるというこういうバックルになってます。アッパーカフにもここにバックルがあってさらに、えー、そのやはりその足との密着性を高めるためのこのストラップですよねこのパワーストラップアルペンブーツに使われているようなしっかりしたこうっ 引っ張るとギュッとこう締まるととッままようななこんなストラップも使われています非常にパワフルです、ね、そして、えー、ライトウェイト軽さっていう点に関しては、えー、その先ほどご紹介したペーバックスの、えー、素材を使ってますので非常に軽いということですね。えー、そして、えー、シンプルっていうところなんですけれども、まあ、あのツアーのバックカントリーっていうんですかねツアーのカテゴリーの方非常にこう 雪山の厳しいシチュエーションで、えー、スキーされる、まあ、結果的にこうブーツも非常に厳しい環境の中で使うことが多いと思うんですけれども、まあ、そんな中でも、えーまあ、誤作動とかその、まあ、グローブをした手で外せないとかそんなことがないように非常にこうになっています例えばこの後ろの。 ここの背面にあるこのスキーとウォークのロックレバーですよね。まあ、これはあのよくあるタイプですよね。こうシンプルにこう1本があってこれを外すとウォークモードになるよというものなんですけれどもまあ、こういう特に気を照らったものではなくてすごくシンプルなこういうウォークレバー切り替えレバーが付いています。ただこのレバーが不意に外れてはやはり困るのでこの状態では外れないようになっています。ロックされています。この紐 ここを引っ張ることでこの中のロックがこう外れて解放するとそういうことになってますでまたつける時はこれこのまま下ろしてっていただくと自然にガチャッとはまるで外れないということで非常にシンプルなんだけど安全性が高い誤作動がないという仕組みになってますねでバックルも まあ先ほどもご紹介しましたけれどもロアシェル片手でできるアッパーカフも片手でできるよとで、えー、アッパーカフのバックルは誤作動というか誤解放がないようにここにロックがついてるよとこれがついてることでまあ不意にこう外れて危険な思いをするということがないようになってます。あとこのパワー ストラップですよね。この最上部のストラップもですね、まあ、こう締めるまではいいんだけど今度外す時に結構戸惑ったりするんですけどここのリリースのこの紐を引いていただくと、まあ、ここが緩むのでぐるっとこうここを持って引っ張れば緩めることができると。でさらに脱着の時にはここに「リリース」っていうふうに書いてあるんですけどここも。 簡単にこう外れるようになってます。外れるんですけれども、一度入ってしまえばあの緩んでも緩んでも外れない。ただ外そうと思えばこうやろうと思えばこう片手でも外せるということでこうまあちょっと慣れてしまえばすご非常にこう便利な仕組みになってます。はい、まあこういったその非常にシンプルで、えー、まあワンハンドでもできるようなそういった。 まあ使い勝手っていうんですかねそういった部分も考慮されて、えー、作られているのがまあこちらの、まあ、数々のこういったテクノロジーということになります。えー、もう一つ、えー、一つご紹介したいのがちょっと分かりづらいんですけれども、まあ、こちらもあの画面の方でフォローさせていただきますがここの後ろのですねこのスキーとウォークの切り替えのところのこのアッパーカフのところにこう、まあ、ネジで。 この金属パーツがこう固定されてるわけですけれどもこの中にこの前傾角フォワードリーンっていうんですけどこの前傾角を決めるためのパーツが仕込まれています、はい、でこれを、えーまあ、このパーツを一回外して上下を逆にしていただくと、えー、16度または13度の前傾角の変更が可能となっております今こちら手に持っている、えー、トランザルプのプロ そしてトランザルプのツアーに関してはあらかじめ16度のま前傾角が前よりに入っている設定になっていますでそれに対してトランザルプの TS は13度のあらかじめのセット角になっていますその違いはそのパーツを逆さまに付けてるかどうかということになりますですのでどちらのどのモデルも 一旦外して切り替えていただければ、16と13の切り替えができるということになってます。以上が新しいトランザルプブーツのご紹介でした。ぜひお試しいただければと思います。ありがとうございました。